わないままに、もうすぐ僕はここを出て行く。君のギターで送っておくれよ、誰にも知らせずひっそり行くから。迷子の僕を導くように、ここへおいでと手を振り笑った。君が最初の友達だった。明かりのように仲間が増えたよ。一緒に歌おう、冷たき君の驚いた顔、夏の雨上がり、ギターの形の雲を追いかけ、僕は君の、君は僕の歌を愛した。誰もが僕を通り過ぎても、君さえ信じてくれてよかった。流れ続ける街のよどみに、僕の歌を置いて消えるよ。君にもらったギターケースは、思い出響くオルゴールになる。住む人をなくした部屋のようだよ。緑のビロードに小さな鍵が一つ。二人で奏でたわずかな歌と、古いギターを閉じてさよなら。君の歌で送っておくれよ、もう一度一人に帰ってゆくよ。大事なことを聞かずにゆくよ、今ではおとぎ話だけれど、迷子の僕に温かな微笑みくれたのはなぜ。あの日紹介、ピアニカ吉成純子さん、ウクレレ、ウクレレ、アオちゃんこと鈴木由志子さんで、私、ボーカルと作詞作曲担当しております斉藤澄子と申します。よろしくお願いします。ただいま歌ったオルゴールという歌、出会うきっかけとなった青梅市の、音楽イベント、今でも毎月第3日、あ、第3日ちょっと今日ですね、演奏、神社の境内で演奏やってると思うんですが、2人はまだあそこに時々行ってるので、私はそこにもう後足で砂をかけるように逃げてきてしまったのでちょっとその後悔も含めて、ちょっとほろ苦い思い出とともに、歌いました。ほろ苦いというとまだまだ、もうこれをほろ苦いというか、もうなんていうか、酸っぱいしょっぱい甘じょっぱいという初恋の思い出の話ですが、初恋いつのことか覚えてますか？皆さんいかがでしょうか？
もういつの頃からか忘れましたけど、気がついてみると、10代のうちの10年間に11人に片思いしたという、計算してみるとそのような延べ11人に片思いして全戦全敗でした。まあそのうちにもう全然ね、そういうのを全然気にしなくなってしまって、もう恋なんかしなくたって生きていけるわのモードに入った途端に、あれは人生たった一度のモテ期を逃してしまいまして、というほろ苦くも甘じょっぱい初恋の味の物語でございます。初恋、ありがとうございました。